今日の洗濯天気予報をお伝えします。スタジオのある千葉幕張ですが、天気が回復し朝からよく晴れた空となっています。洗濯物の外干し大丈夫そうです。では全国の洗濯に関する情報を見ていきましょう。マップで見ていきます。今日は西日本や東日本、高気圧に覆われるため晴れるところが多くなります。そのため洗濯物の外干し OK となっています。一方、北日本方面や北陸などの一部では NG のち心配でしたり心配となっています。北日本方面、北海道でしたり東北も日本海側や北部を中心に雨が降りやすいので、こちらは部屋干しの方が良さそう。新潟に関しては午前中のうちはまだにわか雨の可能性も一部ありますので、空の変化にはご注意ください。南西諸島方面も梅雨前線の影響で雨が降りますので、こちらも NG となっています。ではこの先の予想を見ていきましょう。オレンジが晴れのエリアとなっています。西日本や東日本、東北の太平洋沿岸部を中心に晴れるところが多くなりそうです。この後も西日本や東日本などは洗濯物の外干しには問題ありません。ただ関東では一部にわか雨の可能性がありますので、念のため空の変化にはご注意ください。これから梅雨の時期になってきます。まだ梅雨入りが発表されていない九州でしたり本州方面などについても雨の季節が近づいてきていますので、日差しはしっかりとご活用ください。お天気アプリウェザーニュースでは洗濯に関する情報もお伝えしております。ぜひご活用ください。